さんこんにちは。今日はね、なんでこんな施策しているかっていうと、与野党72がね、復活したお祝いをしようかと思って、今清掃で、なりました。まあ冗談で、今年のねカウントダウンで深谷市の方へ社会福祉協議会に寄付させていただいた感謝状の贈呈式がありまして、今深谷から帰ってきました。どうも皆さん、今日は今年の31日から1日にかけてのカウントダウンのやった、その時に 地元の深谷市長さんに社会福祉協議会を通して寄付させていただきました。それの感謝状をいただいたんで皆さんに報告したいと思います。また今年もカウントダウンぜひ皆さんで来ていただいて、また来年も寄付をしたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。一般社団法人全国歌麿会様、昭和42年度川本南中学校卒業生同窓会様、以上2団体を代表いたしまして一般社団法人全国歌麿会様舞台中央へお願いいたします。感謝状、一般社団法人全国歌麿会様、あなたは社会福祉事業に多額な金品を寄付し、社会福祉の振興に寄与されたところ誠に多大であります。よって第19回深谷市社会福祉大会にあたり記念品を贈り感謝の意を表します。令和6年11月4日社会福祉法人深谷市社会福祉協議会会長小島進、どうもありがとうございました。感謝状の贈呈でございます。続いて記念品の贈呈でございます。もう一度大きな拍手をお送りください。温かい善意をお寄せいただき誠にありがとうございました。どうぞご着席ください。次に種、また今年もね、同じ場所でカウントダウンをやるんで、また来年も寄付ができるようにということで、皆さんのご協力をよろしくお願いします。あと今年の今月のこのもう今週だね、今週の土曜日、9日
9日の、9日の土曜日、11月の、埼玉県の吉見町の運動総合公園に、地元のふれあい祭りに、デコトラを15、6台持って、協力したいと思いますんで、ぜひそちらへも土曜日なんですけど、皆さんで遊びに来てもらえればいいかなと。もちろん70にも初めて修理後初めて行きますんで、その時はよろしくお願いします。そしてね、また同じ日なんだけど、9日の土曜日、東京の大井町ですね、大井広場公園っていう駅の近くらしいんですけど、そこでデコトラ盆踊りっていう題名で、なんつうんだ、A4 リアルが企画して、地元の皆さんの大井町と6区長かな、6地域の皆さんと共に、デコトラと一緒に盆踊りをしたいということで、協力することになりました。それはこの盆踊りの方もう両方とも雨なら中止なんでね、もったいないんだね、かぶっちゃったのが。だけどしょうがないよね、これもう。で手分けして、協力したいと思いますんで、ぜひ、皆さん楽しみに、来てください。待ってます。よろしくお願いします。